名称脱祭とは、日本の競争は、主な勝ち倉に2019年の小倉サマージャンプ、2020年の東京ハイジャンプ、中山大障害、2021年の阪神、スプリングジャンプ、中山グランドジャンプ。2020年度の JRA 賞、最優秀障害場に選出された。場名の意味は、冠名に脱祭。2015年9月27日。 阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、8着。3戦目で初勝利を挙げるが、500万下条件では3着が最高成績にとどまり、2017年11月19日の500万下条件戦13着を最後に障害競争に転じる。2018年4月18日の障害初戦7着。 二戦目六着のあと三戦目で障害初勝利を挙げ、重賞初出走の阪神ジャンプステークスではアップトゥデートの三着。続く四戦を二着二回の後に連勝し、2019年7月の小倉サマージャンプではタスキコースを過ぎたあたりで先頭に立つと直線で、そのまま押し切り重賞初制覇を果たす。秋に入り東京ハイジャンプは二着。 中山大障害は三着とした。二千二十年初戦となったペガサスジャンプステークスは、道中三番鉄一層から直線で先頭に、踊り出ると最後は、メドーラーク以下に七馬審査をつけ勝利。続く、中山グランドジャンプは、お重調さんの2着。秋に入り東京ハイジャンプでは、高一一層から最終障害を飛び越して抜け出すと後続に一馬身四分の3差を、 つけ、重賞2勝目をマークする。中山大障害では先段追走から、最後の直線でケンホファバルトを外から差し切って、JGI 初制覇を果たした。2020年度の JRA 賞選考では283秒中199票を集めて最優秀障害馬に選ばれたほか、最優秀4歳以上ボバ部門に1票、投じられていた。2021年初戦。 阪神スプリングジャンプは2着スマートアペックスに7場審査をつけて勝利。自走の中山グランドジャンプは道中中段から行位へ上がっていくと直線の最終障害を超えて先頭に立ち一気に後続を突き放して2着のケンホファバルトに4場審査をつけ優勝し10勝4連勝で JGI2 勝目を手にした。以下の内容は ヤビスサーチおよび netkeiba.com に基づく障害線は平均1回ありがとうございます。